YouTube をご覧の皆様、こんにちは。今回ご紹介するのは MP7 なんですけども、レビュー動画を前回上げたんですけども、今回はですね、最強の MP7 を作ろうということでね、レビュー動画からもうすでにこの形だったんですけども、まあ実はね、箱出しで新品が届いた瞬間からもうパーツ組み込んであるので、まあこの形だったんですけども、コンセプトとしてはまあ静かな銃ということで、サプレッサーつけて、サイレンサーかな、音を消すというサイレンサーの方が正しいとかいう風を見たことがあるので、今回はサイレンサーとしております。サイレンサーで音を消しつつ、またマガジンのジャラジャラ音を消して静かな銃というを目指すということで、でプラス90後半の初速を誇る MP7 を作ろうということで、でまあメーカーボックスにちょっと心配があるので、エアシールシリンダーを組み込み、さらにインナーバレルをタイトにしてロングにしたことで、シリンダーの容量ギリギリの長さでエアいっぱいいっぱいの初速を出そうという目的で作られた MP7 です。でね、今回からは、ちょっとその分解動画を先に出させていただいて、まあ組み込む様子ですね、を上げていきたいと思います。それはね、買った当時の動画なので、だいぶ前の動画になるんですけども、よろしければご覧ください。でね、今回は、この後にインナーバレルとチャンバー、あと外装の分解を動画を上げさせていただきまして、で次回はですね、ちょっとメーカーボックスの方の分解動画となります。でね、先にね、ちょっとこの MP7 どうなったかということで初速を測ってみたいと思います。じゃあね、 MP7 の初速を今から測っていきたいと思います。最強の MP7 ということで、長物にも負けない初速が出たのかということをね、先にちょっと測ってみたいと思います。公平を期すために、サイレンサーを外して、ここからの初速を測りたいと思います。では行きます。いった、ああ、あっ、ここでした。おお、いった、こんな感じです。こんな感じ。はい、まあこんな感じです。手に当たっちゃった。いって、はい、組み込んだ当初はね、100は超えないまでも 99.7 ぐらいまで出たこともあったんですけど、次アウトかな。やばいな、これはどんだけ頑張っても 100m/h は超えないということで、まあ92ぐらいですかね、平均。ちょっと落ち着いてきましたけど、まあこんだけあれば十分かなというところですね。フィールドによってはなかなかね、初速に厳しいところもありますので、サブマシンガン、アタッカー向けの銃でこのぐらいの初速が出ていれば満足ではないでしょうか。それでは実際に組み込んでいく様子をご覧ください。どうぞ。今回は、東京丸いコンパクト電動ガン MP7A1 の分解動画を撮っていきたいと思いますね。今回はですね、こちらライラックス9ボールエアシールシリンダーと、同じくライラックス9ボールタイトバレル、そしてアングスの EX パワースプリングを組み込んでいきたいと思います。初速92を目指して、スプリングを組み込むと、まあ、どうしてもこれだけじゃ足りないみたいなので、シリンダーもインナーバレルもタイトにした方がより一層初速が上がるらしく、これだけ組み込むとちょっとメカ的に結構壊れやすくなるということで、一度目にメカボックスが壊れたことがあるので、まあ、それに伴ってアシルシリンダーというのを組み込むとメカボックスが割れづらいらしいです。それでは分解の手順をご説明します。まずですね、マウントレール、フロントサイト、リアサイトを外した後、マウントレールの、前2つと、後ろ1つ、4つあるんですけども、3つ目はダミーとなってますを外す。そうすると、まあピンが2つ入っていて、ヒューズが入っています。ヒューズとピン2つを抜いて、次はここですね、ライドストック外します。で、こちらにピンが2箇所あるので六角レンチで、外していただいて、そうするとこちらがパコッと抜けます。で、中にですね、メカボックスがあるんですけども、ラジオペンチでこのスペーサーを抜いて、
下になんかナンバーが書いてあるプレートがあるので、これを落とします。でそうすると、あ、すいません、チャージングハンドルもこの時に抜いてください。でこちらにプラスのネジで1本で止まってるので、チャージングハンドル、あとバネですね、バネとプラスネジを外すとチャージングハンドルが取れてきます。でこれね、前にしていただくとここから見えない、ちょっと動画では見づらいんですけども、ここからメカボックスの上側とチャージングハンドルのこの辺に入ってるフックが引っかかってるのが見えると思います。でメカボックスを下に落とすとそのフックが外れます。でメカボックスを後ろに抜き出します。まあ、分解の仕方としては以上ですね。スイッチアセンブリも、分解できるんですけども、ここをセレクターを外したりして、セレクターのネジが小さくて舐めやすいのと、ここですね、すみません、この辺のネジを外してできるんですけども、まあ、用事がない限りはやらない方がいいと思います。トリガーレスポンスが悪くなってきたとかだとね、トリガーのスイッチの接触がちょっと汚くなって悪くなってると思うので、そうなってきた場合は分解してもいいですけども、よほどのことがない限りここら辺は分解しない方がいいと思います。先ほど言ってました、フックというのがここに引っかかってるんですけども、これ何かというとトリガーの方から回ってきてる機構でですね、これを、ここのチャージングハンドルの下のところとはめないと、セミとフルの切り替えができなくなるそうです。ご注意ください。では MP7 の外装の分解については以上です。今回はチャンバーとインナーバリルの分解動画をやっていきたいと思います。フルサイズの電動ガンとは全く違う構造ですね。こんな感じになってまして、こことここの2箇所のネジを外す と、インナーバリルとホッパキンが外れるような仕組みになってきます。ではちょっと外してみます。はい、外れました。で、引き抜くとですね、このようになってまして、こんなちっちゃいホッパッキンですね。でなんか押し込んでいくとなんか面ホップみたいな平行に降りてきます。でまあこれが、バレルのズレ止めに当たる部品ですね。これねもう外したくないのでこのままにしておきますけども、ここにも溝がありまして、ホッパッキンがかぶさってここでどうやら、秘密を取るような仕組みみたいですね。ここにしっかりと密着します。おかげでね、ちっちゃくても十分な秘密が取れてるみたいですね。とても小さいながらも考えられていると思います。で間違えてこのネジ外しちゃったんですけども、どうやら、バレルを外す際はここの2箇所外すだけでいいみたいです。それでは、インナーバレルの分解動画を終わりたいと思います。長々と最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひこちらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。